アーキスト・ガラテーア、遠方にポルペーモス。エドゥアール・フランソワ・ツィエールの絵画。アーキスはギリシア神話の人物である。長母音を省略して、アキスとも表記される。ギリシア神話の牧神パーンと、家臣シュマイトスの娘の子。アーキスは、ニュンペイのガラテアとの恋で有名で、シケリア島のエトナ山から流れるアーキス河になったと言われる。オイディウスによるとアーキスは大変な美男子で、16歳の時ガラテアから愛されて恋人になった。しかしガラテアは凶暴なキュクロープスのポリペーモスからしつこく言い寄られていた。ある時、アーキスはガラテアと二人でいるところをポリペーモスに見つかり、ガラテアは恐れて海に逃げてしまった。アーキスは一人でポリペーモスから逃げようとしたが、ポリペーモスは山から岩を持ち上げて、アーキスに投げつけると、アーキスは押しつぶされ、岩の下から血が流れ出た。ガラテアがアーキスが家臣になることを願い、アーキスを押しつぶした岩に触れると、岩は割れて、葦が生い茂り、水が湧き出して、アーキスは家臣になった。また家臣になった、アーキスは水色の顔に葦で飾った角を持っていたという。ありがとうございます。